被害に遭わないためにも心がけることは何かというと自分は絶対大丈夫っていうふうに過信しないこと特殊詐欺の被害防止を目的とした警察庁のプロジェクトチームのメンバー城島茂さん手口が巧妙化するオレオレ詐欺の被害を防ぐため合言葉の大切さを訴えました。これ言っったら本人だって分かる っていうようなことを決めておくと、やっぱりうんじゃあ気をつけようっていうお互いのコミュニケーションにもなりますし、えー、家族の絆が深まっていくと思います。道内の被害額は今年11億円以上で、過去最悪のペースとなっています。